蒸気類は魚類の海分類群の一つ。分類階級としては蒸気あずな。現生の魚類の大部分にあたる26,891種が所属し、およそ4億年前のシルル気候期に出現して、以降、多様な進化及び水中環境への適応を遂げた蒸気類は現代のあらゆる海洋、陸水域で繁栄するグループとなっている。姉妹群は、 獅子動物、肺魚、シーラカンスからなる肉キアズナで、肉キアズナと蒸気アズナを合わせて、甲骨魚類と総称される。蒸気類は原則として、甲骨化の進んだ内部骨格とヒレ状及び気膜によって支えられたヒレを持ち、肺の代わりに、胸を持つなどの特徴を有している。蒸気類のレントゲン写真。 骨格の甲骨化と体の軽量化を共に果たした蒸気類は最も多様な種文化を遂げた脊椎動物となっている最古の蒸気類は古生代のシルル気候期に出現したと見られアンドレ・エレピス族など5族が知られている続くデボン期から中生代三蒸期にかけて栄えた軟質アズナの仲間はジュラ期終盤までにザメ耳を残しほとんどが絶滅している 白秋以降は高い運動能力と効率的な節置機構を発達させた蒸気類のサブグループである新ヒレ類が支配的な地位を獲得し、水圏のあらゆる環境に適応放散を果たした。新ヒレ類の魚類は現代では約26,800種を要する脊椎動物の中で最大のグループとなっている。蒸気類の骨格は一部の原始的な分類群を除き、 ほぼ完全に甲骨によって構成されている。鱗の形態は、後輪、縁鱗あるいは串鱗など多様で、鱗を持たないグループも多い。ヒレは、単ヒレ骨に支えられるヒレ状と、ヒレ状同士をつなぐ気膜によって構成される。ポリプテルス目を除き、胸びれの射出骨は、肩甲骨、右甲骨複合体と接続する。ほとんどの仲間は、マサイ骸骨と、 エラ上骨を持つ。陰頭板を書き、鼻光は頭部の比較的情報に位置しない鼻光を持たない。脊椎動物から蒸気アズナに至る系統樹は以下の通りである。2018年現在、蒸気アズナの系統仮説は以下の通りである。以下に原生子を含む分類群を系統順位に沿って目の単位まで示す。各グループの詳細、内部に含まれる。 絶滅群については、それぞれの項目を参照。ケイロレピス・ケロレピストレイリーの創造図。デボン期の化石が知られる、初期の蒸気類であるポリプテルスメの一種パリプタース、ウィークシー。空気呼吸が可能で、未制魚は、外エラを持つなど、原生の蒸気類としては最も原始的な特徴を、残す一群リングコットアファヤドン・エロンゲイタスの骨格標本。 上顎は前上顎骨によって縁取られ、可動性が高くなっているウツボ類による陰燈顎の突出機構。上蒸気類は進化の過程で、主上顎骨を有利させるとともに、下弓、下顎骨と最害骨との人体による連結構造を発達させ、顎の可動性、心んで性を飛躍的に高めることに成功したイエロージャックカーニーズバーサラメイの群れ。鈴木目は現代の水で、 最も繁栄する蒸気類となっている。ありがとうございます。